ダウンタウン浜田雅俊が8日、ダウンタウンデラックスのこだわり芸能人大集合スペシャルに出演。品川庄司の品川博史から浜田の喧嘩ニュースがあると伝えられた。品川がタレコミ情報を披露した。浜田さん、ちょっと前に何か街で喧嘩されたというニュースをと話すと、浜田はいや、喧嘩はしてないと小声で否定したものの、番組初出演の俳優本宮泰風も僕も聞いてます、それ。とつぶやき、ダイアン津田篤宏は最近ですよと新たな証言をした。品川からはさらに具体的な内容でロケをやってて歩行者の男性に邪魔だ、どけと言われて。やかましいわと叫んだ、とと詳細について情報が足された。品川はそう、伝え聞いてますがと、角度の高い伝聞ネタであることを改めて浜田に伝えた。冷静に状況を観察していた本宮はそれも叫んだだけかどうかもわからないと、鋭い分析を品川に目配せしながら発言すると。思わず浜田は叫んだだけやがなと言い返して、思わず叫んだ事実は認めていた。